もこんにちは、翔太です。今日はですね、渋谷のパルコに来ております。なぜかというとですね、以前お知り合いになりましたミスターハリウッドの小原さんですね。小原さんが、本を出されるということでですね、こちらの渋谷のパルコの方でレセプションパーティーを行うということでですね、本当光栄なことなんですけど、ご招待いただきましたので、はい、撮影に来ました。これから行ってきます。小原さんです。はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。元気でした？いや、元気です、元気です。ありがとうございます。はい、今日も会えて嬉しいです。とんでもないです。お招きいただき本当にありがとうございます。いえいえいえ、光栄なことで本当に。今自分ね、このブランドやってるけど、はい、ブランドの前は、まあ知ってる人は知ってるかな、はい、ゴーゲッターというミディストアやってて、その96年にオープンしてから、はい、僕2000年までの約4年ぐらい在籍してたんだけども、はい、その間にまあいろんなヴィンテージを買ってるわけなんだけど、はい、まず一つ目の大きい地図、はい、この時代だとカーナビないから、はい、まあ、とにかく全米行ってコンビニ行ってマップ買って、マップ買った後に手前にある電話ボックスにこうイエローページとかがあって、はい、でそのイエローページこうやってひっちゃぶって、はい、でほらサラベーションあるじゃないですか。じゃあここに住所とか書いてある、そしたらじゃあ D の4とか書いてあったらその辺見て、はい、で印つけるっていう作業を夜な夜なするわけですよ。はい、これ一人でやられてたんですか？チームで。さすがに一人だと思って。いや、もう企画でほら、しまいにはじゃ地図見ながらっていう人もいるけど、はい、非効率だから、はい、必ず2人ぐらいで行って、はい、ナビする人間と電する人間みたいな。で、なんかこんな、どうせ使わないからって決まっちゃうやつ。で、まあ、こうやってエリアごとに、はい、アイオワだったら、はい、テキサス、インディアナとか、はい、全部まとめて常に置いてあって、はい、あの、でじゃあ今度はシアトル行ったら、じゃあシアトルのやつ通って、はい、じゃあ旅に出て、はい、もうこれの繰り返しのような感じでしたね。当然今のヴィンテージ系の、ね、バイヤーの人とか、はい、当たり前にやってるけども、はい、カーナビでパッパッパッってできる時代とはちょっとまた違うかな。題名に今回苦痛って入ってますけど、はい、楽しいと苦痛は何割ぐらいずつぐらいですか？やっぱり、はい、多分達成するまで何でも苦痛だと思わない、はい、何やるんですか、成功体験というか、そうそうそう、一発こうグッていうのがないと、うん、それまでは確かに、だからもう本当に頑張って頑張ってああいうことやったりとか、ここはその仕入れたものとか、本当氷山の一角なんだけど、当時じゃあなんか分かんないけど、はい、見つけたら次本当に同じもの出るか分かんないから写真撮ろうっつって、うん、はい、ただこの写真をその後何に使うかっていう目的とか全く決めないで撮ったから、はい、ちょっと面倒くさかった。まずフィルム時代ですよね。当然しかも全部映るんですよ。映るんですね。うん、不敵が分かんないからバラバラなんですよ。俺が棚の前で撮ってたり、白バッグで撮ったりとか、はい、ね、床に置いちゃったりとか。これ向こうで現像してたんですか？帰ってきて日本で、帰ってきてから日本に来て、でこれゴーゲッターの昔の内装なんだけど、日本で1個ずつ撮ってそれ現像して、でファイルに入れただけだったの。2年前ぐらいかな、大阪にも事務所があるんで、あの写真ってありますっつって、ファウンダーの岡田由紀子っていう、あの業界の人間だったら知ってる人なんだけど、はい、当時の社長にね、はい、ありますか、あるよーなんつって、で広げてみてたらすげえ量だったから、なるほど、これなんかできねえかななんて思って、当時の古着で見たかったやつもあったの。で見てたんだけど、すごい量すぎてもう諦めたの。でも面白いから、これ自出版で本でも出そうかななんて思ってたんですよ。なるほど。そしたらね、パルコさんが、小原さん最近なんか面白いことありませんかっつって、小原さんでなんか一つ本出したいなみたいな。え、マジで？っていうか、はい、これとかどう思うっつったら、はい、めちゃくちゃいいじゃん。重なったんですね、めちゃくちゃいいタイミングが。じゃあやりますかって、はい、本当に意気投合して、なるほど、で出版するんだったら、はい、もうせっかくだから展示しませんかっていうことで、はいはい、こういうことになって。なるほど。何が一番大変だったかっつったら、はい、これを貼っていただいた美術の人たちが一番苦痛だったと、はい、2日間かかったら貼っていただきましたもん。すごい、とんでもないぐらいですもんね。本の中でこれらの写真が見れるっていうことなんですか ね、うん、ね、本の方がさらに多いんですね。要は貼り切れなかった、まだいっぱいあるし、エディットしちゃうと何がいいとかってのもないから、はい、そのファイルに入ってる順番で適当に貼ってる。古着って探すの楽しいじゃん。
そうですね、うん、なるほど。だからこうやって見て自分であ、はい、これだみたいなので、はい、ね、ヴィンテージ好きの人に刺さってもらえたらいいかなって。やばいよね、こんな街とか通ってどうすんの。いいですね。まあ、本もこの会期中の先行発売することで、まあ、一応こちらにあるのと、はい、あとはプラスアルファで期間限定で5ゲッターやります、はい、すごい。ここにアンダーの岡田由紀子と僕の私物だったりとか、はい、まあ、エヌハリウッドで、まあ、集めてたものとかっていうのをランダムに3週間の間にいろいろ出してくれて、先に言っとくけども、いつも僕激安のなんかみんな、はい、えらいことになるでしょう、はい、これはゴーゲッターなんで、はい、正当なプライスつけてるんで、はい、多分来た人がうわーって見てんだよ高えなって文句言われるのをちょっと覚悟で今回やってるので、皆さんいつもとは違うということをご理解いただきゴゲッタ時代にその家借りてたんだよ、ね、サリとか。その家に置いてあったなんかスリフトとか行くといろいろ見つかるじゃないですか、はい、そういったものとかガチャガチャってあったって適当に持ってきて、うん、事務所にもねすごい実装されてましたもんね、変なのもあるしね、うん、今っぽくないものがいっぱいある、うん、やっぱ服知れてる時もここら辺もやっぱ好きで集められてたんですか、うん、そうだね、うん、まあ、今じゃあんま興味ないものだけど、ね、もっといろんなものあったな。ちなみに横山さん自宅はこういうの飾られてる感じですか、うん、ないですね。あ、ないんですね。正直申し訳ないですけど、はい、今の自分のちょっとコレクターズアイテムみたいな、はい、あ、なるほど、うん、こういうのは意外と苦手です。あ、そうなんですね。そうなんだ。ありがとうございます。はい最後ゴーゲッターってもともとここの神宮前6丁目にあったよっていう写真が1個あった。昔はほら町の看板だったし、いくらか金出してこれやってんだよね。もちろん当時思い出してないですけど、過去の自分にでもいいですし、うん、見てる人にちょっと一言、うん、普通にこう向かっていく人に対して何か一言いただければ、ね、多分、はい、何でもインスタントに手に入る時代でしょ、はい、さっきの全ての話で聞いて分かるように、もうやらないと結果が出ないから、とにかく面倒なことでも、もう地道にずっと続けると、はい、間違いなく蓄積されて、それが何か将来なのか、はい、何かに役立つから、はい、まずこんだけすごくカンフタブルにインスタントに手に入る時代でも、何か一つでもいいからやり遂げるぐらい、もうやり遂げてほしい。やり遂げると何か得られると思うので、はい、ぜひ皆さんもアナログに何か一つはチャレンジしてもらえたらいいんではないでしょうか。ありがとうございます、はい、刺さります。ありがとうございます、はい、今行ってきました。めちゃくちゃすごい量の写真でしたね。あれ全部あの本に入ってて、本の方がまだまだ入ってるみたいなので、気になる方はぜひ見てみたらいいと思います。古着好きにはたまんない一冊なんじゃないかなと思います。小原さんとお話もできてすごい良かったです。おばさん、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。